こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はですね、メモリアルクエストバージョン2やっていきたいと思います。で、第1話から、5話だっけ、まあ最後までやっていこうかなと思います。で、早速第1話メリオダスやっていきます。まあ、偽物のメリオダスですね。やっていこうと思います。で、メンバーは前回小ボス戦で攻略したメンバーそのまま使ってます。ちょっと一旦このメンバーで最後までねいけるかっていうのをちょっとやっていこうかなと思ってます。はい。まあ、あと新しいマーガレットとかもいるんで、まあ、ちょっとマーガレットを使いたいっていうのと、フェス版も、まあ、せっかくだから使いたいから、これでやっていきます。はい。で、やっていきます。で、やっぱカウンターね、ここね、カウンターが怖いっすよね。向かって左のやつがなんかカウンターなんていうの、与えられたダメージ分カウンターしてくるんで、それがねちょっと怖いなーっていう感じではあるんですが、まあいけるっしょ、まあいけるでしょ、そんなにダメージも入ってないんでね、いけるかなと思います。はい。っていう感じで、まあ全体攻撃打っちゃいましょう。もうね、サクサクいきたいんでね、まあ、カウンター受けてもね、たかが知れてるんで、ここはもうガツガツ削りに行きますと。23万入っていく。さあ、ハードクラッシャー23万ぶち込んでいく。で、全体いい感じに削れたんで、まあですね、まあ必殺入れちゃいましょうか。必殺ねじ込んじゃいます。あら、真ん中残っている。まあこれはね、ツイーゴにね、最後ツイーゴに決めてもらいましょうと。あれあれ、まあ今のなかったことにして、まあこのターンでね削り切りたいと思います。はい。まあしょうがないか。しょうがないね。まあ、これでね、フェーズ1クリアと。で、はい、また出てきましたメリオダス。まあ東京18万なんで、今はもうあれかな、そんな難しくないんかな。って感じですね。当初はね、出た当初はマジで強かったけどね、今となってはか、もうまあ必殺溜まったんで、せっかくね溜まったんで入れていきますと。で、ツイーゴちゃん、まあ思ったより入るんだ。で、バンちゃんね、バンちゃんはちょっとね、まだバフ解除されちゃったっていうか、バフがねなくなっちゃったんで、また付け直していきたいと思います。で、まあランクアップしつつバフつけて、まあ削っていきましょうと。これあれかな、攻撃封じ入る、どう入るんかな。あー、両サイドは入りそうっすね。真ん中はちょっと入んないけど、両サイドは入るね多分。もう倒しちゃったから、右側のやつは分かんないけど、おそらく入りますね。やはりこの器は上物だ。で、バフつけて、もうカチカチっすわ。いいね。トリプルアタック、懐かしいな。
このメリオダス使ってないな。またなんか使ってみようかな、どっかでね。トリプルアタックでね、消したい、倒していきたいですね。わかんないけど。はい、という感じで、メモリアルクエストかの第1話クリアと。まずはそいつはどうにかする、先決と DN で頼んだぜと。僕には無理だよ。まあ偽物だからね、ぶち飛ばしていけ。あ、無理だ。ついご、最後はちょっとついごで決めさせていただきました。でダイヤもゲットと。美味しいね、ダイヤないんで僕も。もう全然もう前回動画出したんですけど、フェスガチャでね、もう飛んだんで。あ、でこれね、イベント報酬、これなんかクリアしないといけないんで、まあちゃんとクリアできるようにちゃんとやります、次からは。はい。まあ今回はクリアするだけっていう感じで、ちょっと多めに見てくださいという感じでしょうか。で第2話もやっていきます。第2話も第2話というかね、全部この構成で全部やっていきたいと思います。はい、ドレファス、これね、ここね、リベンジカウンター打とうとしたとこやね。実家にリベンジカウンターお見舞いしてやろうと思ったらエスタロスさんに止められたっていうとこですね。やはりこの器は上物。いやー、悲しいね。心配すんな。はい、っていう感じで、バフつけて固めます。おー、いきなり金札来たね、バンちゃん。打っちゃう。あ、札消しあるね。で必殺ゲージも削られる、札消しあるんで、まあもうちょっとね、あんまり札用意してても札消されちゃうんで、まあいい札はもうちゃっちゃと使っといた方がいいっすね。はい、でまあここぶち込んでいきます。ハートクラッシャー、20万入っていく。金札ハートクラッシャー、47万、ありがとうございます。でこれでガチガチ削ってあげて倒していくと。第2話速攻終わってしまった、ありがとうございますと。ダイヤもゲット、おいて。はい、でメモリアルクエストバージョン2の第2話クリアと。まあここもそうっすね、イベント報酬はごめんなさいって感じで、はい、まあ次回ちゃんとやりますと。人間族で最後倒すとかね。あ、できてないね、東京。20万以上、あ違う、ダメージ20、ダメージ20万、え、あれ入れてなかったっけ俺さっき。うん、まあいいか。はい、単体かな、単体攻撃でってことかな。まあいいでしょう。で第3話、ここあれですね、エスタロッサ VS エスカノールのところですね。ここもね、よかったな、ここもいい戦いというか好きでしたね、好きな戦い。やはりこの器は上物だ。エスカノール無双してたからな。心配すんな。このストーリーは好きだね、エスカノール無双してるストーリー好きでした。はい、という感じで今回はエスタロッサ1体なんで、このですね、全体攻撃多めなんですよね、このパーティーね。なんだよね、あんまりうんって感じですね。まあでもね、倒せはするんですけど、ただ僕のちょっとツイーゴがね、ちょっと集中攻撃受けてるんで、まあ、ツイーゴちょっと耐えられるかはちょっと謎ですね。耐えれるかね、
多分ツイーゴヘイト買ってるんで、めっちゃ。いや、もっと苦しめ。どう、まあいける、ツイーゴいける。ただね、これあのエストラスは必殺入ってるんで、まあ攻撃はできないですね。カウンター食らっちゃうんで。で、まあその間固めときますと。うん、固めちゃいましょう。ツイーゴも耐えてもらいましょう。うん、耐えてる耐えてる、いいよ。うん、ギリね。ギリ耐えてるね。で、まあこれは必殺溜まってるんで、まあ必殺打ち込んで終わりかな。さあ37万入ってジジという感じで、まあサクサクいきますね。いいですね。ダイヤゲット、おいしい。はい、第3話もクリアしていきました。で、まあイベントね、報酬はちょっとごめんなさい。で、第4話いきたいと思います。これディアンヌですね。まあメンバー変えないでいきますと。ディアンヌ取り憑かれている。まあここも変わらずですね。まあディアンヌ一体だけなんでね、まあ構成変えたいは変えたいんですけど、まあ今日はちょっとこのままいきたいと思います。やはりこの器は上物。まあめんどくさい、パーティー変えるのめんどくさいっていうのもあります。正直ね、正直パーティー変えるのめんどくさす。この全体攻撃はツイーゴには痛す、痛い、痛いですね。ツイーゴはちょっと痛いね。まあ他のメンバーは別にそんな食らわないですけど、ツイーゴはね、ちょっと柔らかいんでね。僕のツイーゴはちょっと柔らかいんで、ごめんなさい。で、必殺溜まってますね。耐えれますかね、ツイーゴ。それだけ心配だな。耐えてるね、なんとか耐えてるね。ただね、これ全体攻撃で、あー結構削られてるね。削られている。で、まあ普通に削ってきゃいいんじゃね。まあバフつけて、まあ削りいきやすかと。やはりこの器は。さあスティグマ、スティグマじゃねえよ、マーガレット。マーガレットバフつけて攻撃入れて、ただツイーゴ瀕死。耐えるかな、耐える、ああ無理だね、無理だ。ツイーゴはごめんなさいして、で、まあマーガレットのね、また必殺入れてね、終わりですね。まあ、マーガレットちゃんの必殺入れちゃいいのです。はい、入れちゃいいので終わりという感じです。とこれで第4話もクリアと。うん、はいはい、いいですね。まあ、サクサクいきましょう。ダイヤゲットしたいんでね。で、第4話もクリアしまして、で一応第5話もいきますと。第5話ヘビですね、メラスキラね、餌。餌、タイトル餌って、いやまあいいけどさ。さあメラスキラちゃんですね。まあここもですね、まあバフつけて、最初はねバフつけてですね、いきますと。
まあ、ちゃんとね、やっぱり変えた方がいいんですけど、まあちょっとこれでいきます。心配すんな。お、札もいいね。フェス版とか、いや、追後狙われるね。まあ狙われるんですが、まあ倒せはするんで、まあこのまま行きたいと思いますとか。まあマーガレットで攻撃してね、バンでね、マーガレットバンでもう攻撃です。もうこれでいける全部。オラとヘビあと2体いてくれたらいいな。いや、そうすればね、全体攻撃がぶち刺さるんでね。あ、その分ツイーゴやられちゃうんだろうけど、ね、毒が痛いね。まあ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 、まあバーン入れつつ、マーガレットでも入れつつですね。メイドの土産にな。オーケーオーケー、ガツガツ削ってくださいと。まあ微妙に削っていきますと。さあ、ツイーゴ耐えられるか。ここですね。ツイーゴ耐えてくれるか。耐えれません。はい。耐えれませんでした。でまあまあまあ、でも必殺で片付けます。はい、すいません。はい、ジジです。という感じで、第5話もクリアと、まあ、サクサクいきましょうという感じで今日はやりました。はい、ダイヤゲットと。まあ初回報酬ダイヤなんでね、まあ美味しいんで、まあやってみてくださいという感じです。はい、でクエスト報酬このパーセンテージね、全然やってないんでね、まあ、次からはねこのパーセンテージちゃんとやるようにします。はい。はい、そうですね、これね全然やってないんでね、これ次からやります。はいはい、という感じで今日はですね、メモリアルクエスト全部やってみましたという感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。